財布の紐管理されたい。やばい、かわいさ、人間兵器。最終、尊み爆弾。ていうか、耳がいいっていうか、聞き分けか、やっぱり。で、今、とろけてます、脳みそが。ええ君のせいって何えー、あええー はいどうも、アニメリアクターの大前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、リコリスリコイル第8話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。リコリスリコイルですね、見ていこうと思います。リコリコ第8話楽しんでいこうと思うわけなんですけれども、前回ね、ついに宿敵であるマジマがアランチルドレンってあるっていうことが明らかになり、まあね、何かしらの才能をこう見染められていて、さらにそれを世界に届けるという役割を持ってマジマが動いているっていうのが明らかになったわけなんだけど、それとちさ がどうぶつかかっていくかですよね今回の注目ポイントはやっぱりね、前回をこう見て思ったのは、やっぱり僕もあんまり時系列がはっきりちょっとね、こう、はっきりくっきりしていないところがあるので、ぜひともね、間違ってるところがあったら教えてほしいっていうのと、やっぱりね、この、ちさととやっぱりアランさん、あの、ヨシさんが出会って、やっぱり千里の心の変化っていうのはどうなったのかとか、まだまだ気になるポイントいっぱいあるので、今回も楽しんで見ていこうと思います。はい、というわけでやっていきましょう。 それでは見ていきましょうよーいスタートさてペリエよしさん姫釜あっ秘書ラブ そうか。ギフトに従えってことか。なるほど。選択は必要ない。うーん。そうか。アランが認めた才能をアランが正しく運用してやるって感じ。うーんー、何する気秘書の才能 やっぱり、いや、でも殺し屋。ああでけえ <laughs>。すごいな。めちゃくちゃすごいな。ちさとスペシャル <laughs>。いいね。ああ、やっぱり常連さんがいっぱいいるし、くるみもいる。ああ、ダキナがいる。かわいい。さて。スペシャル3つ。まずい。なんだ。何が 経営が傾く。赤字 <laughs>。やばいな。そうか。クリーナーとか使ってると高いっていうもんな。ああ、なる、あ、そうやって売り上げ以外、<laughs> あっ。そうか。久し商談。再三度返しでいろいろ行ってんのか。<laughs> あはは、<laughs> とりあえず笑ってごまかす。いいね。ダメ停止の典型みたいな。おいやマジでああ、いいです。ああ、財布の紐。財布の紐握ってください。僕の財布も全部開けちゃう。ああ。あー <laughs> あ。ああ。俺、きめえな、マジで。<laughs> なるほど。いやー、でもなんか、アラン期間いろいろと気になるな。いやー、でもいいな、滝な。でも大丈夫か、滝な。なんか、 決まった経費内で何かをしなさいみたいな。結構無理難題を投げつけてきそう。なんか、どうなんだろうね。<laughs> そうか。それだけでもまかなえないほど、ちさとはやりたい放題をやっている。いいね、滝奈な。まあ、でも全員ポーポーしてるからな、こう見てると。なんか、お金に関しては許そうな人たちがいっぱいいるから。<laughs> いいですね。滝奈みたいにしっかりしてる人は。 いやでもやっぱり気になるなここ。電波塔事件の時にミカさんはいるんだよな、DA に。その時に千サトを引き抜いたのかなでもなんか才能もやっぱり、結構やっぱり才能とか存在とかこの歌詞も重く感じてくるなあまあ多分、でもやっぱり千サトのこの殺しの才能っていうのは、正しい形で運用しないと危険っていうのもあるんだろうなこうやって。 結局のところ、危険ななんか激悪というか狂気であることには変わりないからなさあ、しっかりこう運用して管理しないといけないと思ってるのか。さて、あなたであなただら。違う日違う金。おうおうおう。派手に打つね。大丈夫か <laughs> いいですね。おおわかりました。 僕も。<laughs> えはは <laughs> 縛り付けた。いいね。たきなに、財布の紐管理されたい。あら。<laughs> 一発単位で管理している。あら、でも上がらないね。なんだ、意外としっかりしてるんだな、そういう計算とかも。あはは。やばい、厳しい。鬼嫁魅力。 ありがたい、タキナ。うわーこのミニキャラタキナもクソかわいい。あぶねあーあーああなああ。<laughs> ナイス、タキナ。キロン。いいですね。しっかりしている。鬼嫁スキルが高いですね。いやあ、タキナに管理されたい。タキナに管理されたあげく殺されたい。なんだ爆弾んお,おう。 あっ、あぶね何してるうんあ、どういうことああ、そういうことか。オッケーオッケー、あバンバン撃っちゃって当たりま、当たりません、でも、千里は。千里には当たらない。おあはははそうね、修理費はリコリコ持ちじゃありません。 ワおオ。あ何してんの危なくねっふっかけて。<laughs> ま、あ踏み倒そうとした方が悪いな。<laughs> すごいな。いいコンビになってる。 れたああ、かっけ幸せ。ああ、脳が咲きます。ああ、幸せです。ああ、もう溶けちゃった、僕。ああ、もう。ああ、溶けちゃいました。<laughs> あん新メニューうはは。<laughs> 完全に。うんあ、あ、うんあははは。あ <laughs> は <laughs> 水木さん、どん引き。はい、い,い、言うのやめましょう。あはは。 めちゃくちゃ気使ってる。かわいいな、滝な。まあでも大事、大事だからね。最近流行ってるようななんか紅茶味のソフトクリームがそれに見えるみたいなんで、すごいバズってますよね。でもあれめちゃくちゃうまそうなんだよな。<laughs> 完全に人が人を呼んでいる。う <laughs> んが流行ってるぞ。なるほど。でも、美味しそうだね。でもそういう能力もあるんだ。美味しいってことだもんな。あ、くるみ。 あらくるみ出動かわいい。あら。看板娘になりそう。かわいい。かわいいよね。あら。でも確かにくるみって何歳なんだろうロボタと同い年ぐらいっぽいけど、あら <laughs> かわいいって言われて。 マンザラでもなさそう。さあ。なんか本当に馴染んだね、滝な。すごいな、でも。メニュー開発力も高いんだな。あら。忙しい。はい、リコリコ。はい、なんでしょう。ん山岸先生。誰ああ。ああははは。検診の人か。健康診断か。 あー、お店がね、やばい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 やば。お店が、あははは、流行っちゃったね。ちょっと、あの、ふきちゃん呼ばないふきちゃん呼ぼうすいません、ふきちゃんを派遣してください。あら。あえ新人。忍び込んでる。猫なんだあはははなんか <laughs>、 ああ、にゃ、にゃ、く、く、か。かわいい、ちさと。逆立ち。逆立ち。あ、すごい。いいね。かわいい。あだかじめ。ははは。なーにこれ。そうね。まあ、ちさとはもう、ちょっと反面教師にすべきだとはもう。あら。かわいい。なにこの。文旦。はは。あら。 この格好で、かわいすぎる。千さとかわいすぎだって。もう、人間兵器だよ、こんなの。やばい、かわいさ、人間兵器。最終、最終、尊うみ爆弾。ああ。しかも、タキナは魔女の格好している。かわいすぎる。溶けちゃう。溶けちゃう。ハッピーハロウィン。トリックアトリート。あら。

いい感じ売り上げは上がっている。地元の奴らはガテ上がってお売り上げ上がってるっぽいぞ。あらテクノロジーが、リコリコ。やばいやばい。おおバーんだ !IT 革命。完全にテクノロジーがリコリコを浸順し始めている。くるみより使える <laughs>。さあ、売り上げは上がっているだ。滝野のパフェをさばっけ。 さあ、なんだ何してんだまあでも、SNS じゃない。デイリーストックマーケット。え投資市場にまで。<laughs> 着信あら、もう完全に管理されている。あら、なんかもう、停止と嫁。まあね。 行きましょう。さあ。あらああ、こんにちは。すごいなー定期検診だからね。あら <laughs> 制服着てる。ちさとのく、ちさと2号と名前を付けよう。さあ。なんだ何を見ているあ、SNS。あははは あははあ、ここまで隠し通してきたのに、あ、バレてしまった。パフェの見た目が、うん、こんなのことにバレてしまった。あ <laughs> は滝な。顔が。気づいたね。そうね。バズれば正義ですよ。何でも。流しておきますって。んクソがあって。あ、はい。 山岸先生、どうしたあれあれい、行ってない携帯出ないはおかしいな。携帯は出ないはちょっとおかしくないさあおい、家だサボってる <laughs> サボってマジマかよんんんんんマジマ 何で来たマジマやばいアラン・チルドレン同士があらあ <laughs> なんだこのタキナ超かわいいパンツスーツさあやばい電話でもなんかこのやべえなでも銃口を向けられたとてだよなサトは。 健康は大事。うん。ジョイマンも言ってた。俺ら。チルドレン同士。うん。怖いってすげえな。避けてる。この距離でも避けるんだ。お心臓のことも知っている。まあ、そうだよね。だって。 あれだもんね。あれにも噛んでるっぽいもんね。ジンの一見にも。ってことは、ガイハード。んマクレーン。ダイハードかジョン・マクレーンだっけなんだろう。パウエルマクレーンって言ってる人覚えてないわ。あれだよな。<laughs> さあなんでこんなまったりしてるんだ電波塔事件か OK さあこの、ま、間島でも千里も若いってことは間島も若いんだよなさあ間島これが間島目が えなんだなんで目見てない。あ聞き分けてんのか耳か耳が才能この音の中で聞き分けてるって相当耳いいよね。てか耳がいいっていうか聞き分けかやっぱり。菊池原みたいな さあ、爆音で爆破してるぞ。まだ、一人。さあ、自殺だ早いおうこれは刺し殺傷だ。おおおおおおおえー、ええー、えめちゃくちゃしてる 悪魔だ。悪魔のように。いやいやいや。聞き分けの際の。おおあええええ死ぬ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 。死にました。えフィジカルお化け。えここで人工心臓ええんん 真島も人工心臓持ちだったり実際やばいよなう覚えてないやっぱり一度死んでるさあ見せるまあそうね なんか力が抜けてるなうんあまあそうじゃないよね結構うん<笑><笑>なかなか振り切れてるなまあそうだよな殺しをさせようとしてるわけだしよしさん 吉松。接触しているわけだけど。うん。おぉ<ー>。同じ。役割に背いてるのか支援。まあ。 あまあ、そうだよな、でも。才能史上主義的なタキナが来てるあ、やっぱり耳だ聞き分けてんだ足音で分かるんだお<っ>圧倒的だな。この身体能力も人工心臓か。やれなかった。 うーん。ああ、先生。がはは首が <laughs> まあ、そこはついちゃいけないなぁ。うん、でも助ける。<laughs> あああははは ああ重い女の子だ好きですああ、もうワンコールで出ます。あ <laughs> あああ。あら。 あら、どうせ。いいですね。あーいいですね。ゆりどうせ。足、押せ。あ、ここ。もうシリアスとゆりで脳みそがバグる。ちょっと待って。今、とろけてます、脳みそが。ああ、右耳から脳みそが出てる気がする。ああ、さあ。この。さあ。行ったり来たりだぞ。ああ、そうなの。マジマルジューもそうなのかってことは。 <laughs> まあ、それを大切に思ってる <laughs>。<laughs> そうね、春だった気がする。そうか、トリックはトリートだもんね。半年以上経ってるし。 待ってるんだ、でも。なんか、でも、どこまでも。いん <laughs> かわいい <laughs> わあ。 来たり来たり。え注射苦手なのあははは、かわいいところあるな。え、でもさ、検診。あははは。かわいいなあこの関係性。でも検診にさ、いるじゃん、アラン機関の。待って、かははは。さあ。 なんだっけヒメガメ一番の難関なのかま、あ、みんな言うよね、それ。うーん。ビタミンえ何ええええ何何何何やばいあ、な、なん毒 やばい。電話してみよう。え何する気え、ちょっと待って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 、人体改造ダメです。え人工心臓おい待てよ、光ってるよ。アイアンマンみたいになって、おい、抜いちゃダメーえ何電極電気流そうとしてる。2、3、出ない。 さあ、行こう、滝菜。何流してるそれ、心電図じゃないよね。え、何してんの、マジで。何してんの、マジで。な、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 なえ,え、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 君のせいって何ど、ど、俺のせい、俺にさしてくれ。ちょ、待って、だめだ。 え、ちょ、ええー、ええ、ええ、ああ、動け俺の心臓ちょ、待ってもうさ、心臓をす、な、 心臓に悪い。ちょっと待って。上げたり下げたり過すぎだって、今回。本当に。上げたり下げたりが多いって。温度差がひどいって。ちょっと待って、サウナじゃないんだから。サウナには整う時間が必要なんだ。整う時間なしに。おサウナと水風呂行ったり来たり。あー、これやばいって。心臓に悪いって。あー、もう僕の心臓がマジで高血圧。やばいと。あすいません。ちょっとやばい。今、今、心臓がやばいんでしょ。すいません。あの、人工心臓に変えてくれませんか。すいません。あー。 何これ何が起きてるでも純粋だからこそってことだよな。これは、やばい、才能しよし。これはよし、あ、なんかあれの言ってるもんなんだろうな、純粋。才能に対して純粋に向き合っているだけで、千里と個人に対しては特に何も思ってないってことなのか わからん、わ分かりません、わわわわわわかりません。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、何が起きているマジでヤバくないかこれ。いよ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 いて。ちょっと待て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 マジで幸せな回だと思ってたの今回。マジで幸せな回だと思ってたの今回。いや次くいやこと起こすなら次回だろう。 ちょっと待て、ちょっと待て、落ち着け、落ち着け、俺落ち着け、俺落ち着け、今、今落ち着け、素数を数えて落ち着くんだ。2、3、5、7、11。あー、13。あー、ちょっと待て、なんでなんうーん。いや、でも動き出したってことだよな。マジマが接触を図った、なんかタイミングっていうのも気になるな、これ。いや、でもマジマとアラン機関は繋がってないんだよな。テロリスト、アラン機関、リコリコ、DA で、今んところ DA の動きはあんまり動いていなくて、 4つの勢力に分かれてるのか、やっぱりアランキカンとマジマの存在だよな。でもやっぱり好きにやる俺とお前は同じだっていう言い方をしているっていうことは、やっぱりマジマも使命が何かしらあるんだけど、それに背いている状態ではあるんだよな。うん。で、逃げてるってわけでもないのか。なんかでもマジマを気にかける様子はないんだよな。もう使命は終わっているのかなうん。 どうなんだろういやでも才能を届けるっていう、才能を世界に使うことがやっぱり大事っていうところではあるんだよな。やっぱりでもこれは前も話したけど、やっぱり個人に対して特に何も向いてないわけだよな。やっぱり神様が与えてくれたものだから才能はそれを生かしなさいっていう感じなんだろうな、やっぱり。 うーん、でもそれを活かすことが正しいことなのかどうなのかはさておいてっていうことなんだよな。多分、多分そういうことだよね。それを正しいことに使うか間違ったことに使うかではない。才能を正しく使う。殺しの才能があるなら殺しに使うっていうのが生き方として正しいんだよ。世界としてそれは正しくあるべきだよっていうのが、 アラン機関の考えなんだよね電波塔事件も気になるしな真島ママのこの聞き分けの才能はどこで発揮されてるしどういう使命にあてがわれるんだろうっていうところではあるんだよねうーんいやー気になるなあのテロを行ったのはやっぱり真マ島マのあれなのか真島ママは何の使命を持ってあのテロを行っていたんだ電波塔のあれをぶっ壊すことが使命だとしたならばやっぱり千里と真島はぶつかるわけじゃん使命と使命あっで使命と使命っていうか でも、あの中に入れちゃいけないっていうことで、ミカは多分、あれなんだよね。やっぱり電波塔事件の後で、地里を引き抜いて、リコリコで働かせてるっていう感じで独立したっぽいんだよね。うーん。いやー、なんか概要が読めなくなってきているわけではないんだけど、なんとなくわかってきているんだけど、そう。なんとなく構図が見えてきてはいるんだよ。なんとなく構図が見えてきてはいるんだけど、予想外の方向にどん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 火事が切られていくんだよ。うん。想像以上に早いの、そんで。そのペースが。 だから、頭の整理がつく前にグッて舵を切ってくるから。 いやーわからんな。いや、すごい幸せな回だと思ったのにな。そこもまたね、厄介なんだよ。このさ、タキナとの関係性がすごい目くらましになってる。かなり、この世界って殺伐した世界なのは間違いないんだよ。やっぱり DA っていう組織がリコリスを使って、まあ、何、危険なことを未然に殺しをさせて排除している、孤児を拾い上げてる。いろんなことをなんかやって、裏でなんかこう、暴力的な支配みたいなものが、こう、蔓延している、暴力が見えないところでは蔓延してしまってるっていう、かなり殺伐な世界なんだけど。だけど、やっぱりこういう地租、 なとだから、もともとこういう路線で行ってもおかしくはなかったんだけど、完全に隠されてるわ。いや、やられた、マジで。どうなっちゃうんだろう、マジで。えー、でもさ、人格が人工心臓に宿っているっていう説ないだって心臓って第二の脳っていうじゃん。だから、なんか心臓移植されたのは前の人の人格が残るっていうのが結構あるわけじゃないそういうなんかケースだったりあるっていう風に言われてるからさ、 だから、その心臓に別の人格を植え込もうとしている。だから、真島を覚えてない。だから、歪んできちゃったのかな何度も何度も。元々の姿が、あの、電波塔事件の時の自殺なんじゃないで、やっぱり人工心臓を調整することによって、まあ、 うまいことを生きていたんだけど、でも、やっぱりどん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 成長して、できれば、そうやって人格を持ったまま、やっぱり殺し屋としての才能を開花させて欲しかったけど、それがうまくいかないから、人工心臓に殺し屋としてのこの意識っていうものを強くこう埋め込んで記憶を操ろうとしてるんじゃないかっていう説はワンチャンあるんだよな。だからマジマ覚えてないんじゃない一回改造済みだったんじゃないかなっていうふうにも思ってる。いやー、どうなっちゃうんだろうちょっと待て、すごいカモフラージュをした中でとんでもない情報が溢れてるぞ。はい、というわけで、まあでも次回ですよね。 が気になる終わり方をったこのリコリココスタッフはやりてやりではいというわけでまあ、次回どうなってしまうのかわかりませんが注目していこうと思いますはいというわけで今回はこんな感じで終わろうと思います以上リコリスリコイル第8話でしたバイバイ